皆さんこんにちは、わたがしです。今回のテーマなんですけど、個人遠隔は本当に存在するのかどうかということでお話ししていきたいと思います。この動画を見てくださっている皆さんはどうお考えでしょうか？個人遠隔ってできると思いますか？なんか防犯カメラからね、店長さん、マネージャーさんが見ていて、ボタン一つでハマるように設定できるんだ、ボタン一つで当たるように設定できるんだとか思っている方が、結構ね、リアルにいらっしゃるそうです。で、私1年前にもこちらの動画ですね、パチンコ屋の顔認証システムで個人遠隔は可能なのかどうかっていう動画アップしたんですけれども、この動画ではですね、顔認証システムは存在しないですってお話ししました。で、そしたらですね、コメント欄の方で、まあ今見えるかどうかわからないけれども、お前店長から賄賂もらってんだろ、パチンコ関係者なんだろうとかね、パチンコ屋からお金もらってそういった動画アップしてるんだろうとかね、なんかいろいろと書かれたわけなんですけれども、そんなこと絶対にありませんのでね、お金とかもらってませんけれども、顔認証システム、まあ顔認証システム自体は存在するんだけれども、その個人遠隔が可能なのかどうかって言ったら、わざわざそんなことするはずがないんですね。たかが個人なわけですから、個人からお金巻き上げたところで、たかが知れているわけじゃないですか。その20万とか30万とかしか、回収できないわけなので、それだったらパチンコ台全体に遠隔操作みたいなのを仕掛けて、で、利益を回収した方がはるかにね、パチンコ屋からしてもお金を回収できるわけですから、わざわざ個人に向けて遠隔なんてしないですよね。それを理解せずにですね、なんか未だに個人遠隔があるとか言っている方がいらっしゃって、結構面白いんですけれども、まあね、私の LINE の方とか、あとコメントとかでもそうですし、 Twitter とか見ていると、例えばですけれどもね、自分が打つと当たらないんだけれども、なんか自分がやめた台、他の人が座るとすぐに当たるんだけれど、これおかしいよね、監視カメラで見てるんじゃないのとかね、パチンコで全く当たらずに今月マイナス25万円、絶対に遠隔操作しているだろうとかね、北斗無双で金保留、軍予告、北斗龍拳、奥義あり、で七星が赤、キリンカットインで外れた、これは絶対に外すように操作したんだとかね、いう方がいらっしゃるんですけれども、まあ、私の意見言わせていただくんですが、そういう風に考えているからパチンコで勝つことができないわけなんです。そう、個人遠隔なんてないですからね、絶対にない。そうないんだけれども、信じきっちゃってるから、そればっかり疑ってしまって、パチンコのね、立ち回り方が下手くそになってしまったりとか、なんかパチンコ屋さんを疑ってしまったりとかしてるから、成果が振るわないわけなんですね。まあ、私そんなの関係なく勝ち続けているわけですし、パチンコのプロだってね、勝ち続けているわけですから、まあ、個人遠隔できるんだったら私負けてますし、パチンコのねプロだって、毎月安定的な収支気づくことができていないわけなんです。はい、なんだけれども、悔しくてそう言ってしまうのか、負け続けて頭がおかしくなってしまったのかわからないですけれども、そういうふうに考えるのはね、もう金輪際やめていただきたいなと思います。で、ちょっとネットの方ね、先ほど見ていたら、この個人遠隔に対する意見でね、面白い掲示板を見つけましたので、また皆さんにねシェアしたいと思います。それがこちらですね。まあ、もしかしたらね、共感する方とかいらっしゃるかもしれないんだけれども、読んでいきたいと思います。ちょっと今回はね、淡々と読みますわ。1つ目、ありえないじゃん、ライトミドルで700回ハマって、ありえないじゃん、俺が席変わった後すぐ当たるなんて、ありえないじゃん、10万持っていって当たりが1回も見れないなんて、もうこんな個人遠隔されるなら今度から変装するしかないっていうのがね、まず1つ目で、2人目、歌の歌詞みたいやからええやんみたいなね。で、3つ目、おう、また明日な、また明日来てくれよなみたいな感じでね、言っておりますと。で、4人目の方、10万負けてもまた来店してくれるとお店に認められているからだよ、同じくらいかそれ以上勝てる日もあるだろうから通い続けるべしみたいな感じで言っております。で、5人目の方、遠隔派の中でも少数の個人遠隔派ということで、まあ、この方は分かっているんじゃないかなと思うんですけど、6人目、店員、またのご利用お待ちしておりますわらわらみたいなね。で、7人目、99分の1で299回転からの U タイム379回転スルーして計900ハマりしたことがあるから、それぐらいあるだろうと思ってしまうということでね、まあ、試行回数が少ないですね。1回あっただけでそう決めてしまうのもどうなのかなって思いますけどね。で、8人目ですね、天井ある台打てよ、っていうか10万で700回転って嘘だろって書いてあります。まあ、釘が悪すぎるだろってことです
ですね。で、9人目全然回ってないやん。で12名そりゃ嘘だから、ただの下手くそ、なんで10万あって当たらないんだよ、天井近い台は普通に落ちているだろうとかね、なんでその店に行くんだよ、U タイム付きの台を打たないお前が悪い、それでも打つのならあたおかみたいな、頭がおかしいって意味ですね。で199分の1程度の確率がそれだけハマるわけがないんだよね。だから顔認証個人狙い遠隔で間違いないでしょう。で多分違法釘もやってた台と見たというね、あのすごい想像しているわけなんですけれども、絶対ないですね。で16人目の方、そこまで思っててなぜ店を変えないのか、店変えろって言うけど情報は共有されてるんだよな、だから店変えても無意味というね、すごいなんか妄想がすごいですよね、なんかこういった方っていうのは。で U タイム台打てよみたいなね、でその引きで U タイムありだったらラッシュ入ったのに、天井なしのライトミドルとかどうせシンフォブタだろう、絶対ゼロライン超えない台でも訴えられないからな、ライトで初当たり18回トータル23回とかあったわ、海ブラックなら Y やな、1K23 回ってたからあの粘りはしゃあない、連休20万円ガチ養分オツというね煽りを入れてきましたと。で U タイム打っときゃいいのにとかね、でもお金自分で入れてるんだよね、自分の行動の結果じゃん、周りのせいにするなよという、これごもっともですね。平打ちして負けて、他人のせいにしてんだからパチ屋は安泰だよな、いつまでも他人のせいにして金突っ込んでくださいわら、Y も10万負けたわ、 ST 中に隣座ったやつが速攻当たる、 YST 終わる、なるほどこれが個人遠隔ってやつか、そうです負けが込むとマジでそう思えてくるからな、俺だけ遠隔されてるとか、その通りですね。で32番に向けて、でもまあ笑っちゃうほど単発だらけだからな、もしそれが 0.5 パチとかだと何も思わないよ、まあそんなこともあるよねって、逆に 0.5 で良かったと思う、4円でお金を失ったことが受け入れられなくて遠隔なんだと思ってしまうんだよ、 0.5 パチ1パチ2パチ余裕を持って打てるレートにしたらいい、こういうことを言うやつはハイエナ専門で、立ち回れよってことですね。個人遠隔されているのに店に通う素晴らしさ、実際に個人遠隔があるとして店長レベルでは把握できないけどな、顔認証から全部 AI がやってるから上位エリアマネージャーにならないと情報閲覧権限がない、全員頭にアルミホイル巻いてそうみたいなねこういった面白い掲示板がありましたので共有させていただきました。皆さんどういう風に感じましたでしょうか。まあね、最後の方投稿者の方ものすごくね叩かれていたわけなんですけれども、結構ねネット見てみるとやっぱりね、私が先ほども言った通りこの遠隔、個人遠隔を肯定している人が多いんですね。まあ肯定しているっていうか、個人遠隔があると思っている人が圧倒的に多いわけなんですよ。でそういう方々って間違いなくパチンコで勝てていないわけなんですね。勝てていればこういった話しないと思うし、負けているからこそ店のせいにしたりとか他人のせいにしたりとかすると思いますんで、まあ負けている方が多いからこそ個人遠隔を疑っている人が多い、まあイコールになるわけなんですけれども、こういったことをね考えていたら絶対勝てないですから、思考をですね変えた方がいいと思います。だって勝ち続けている方だっていますからね、私みたいに。そうチョ玉なんて普通に5万発10万発20万発とか簡単に作れますから、やっぱり立ち回り方を根本的に見直す必要があるんじゃないかなと思います。まあ個人遠隔はないにしても何かしらの出玉操作をしている店は絶対にありますんで、まあ全国的に見て少ないかもしれないけれども間違いなく操作しているところはありますんで、そういったところだと、個人遠隔を疑ってしまう気持ちもわからなくはないですが、わざわざ個人に向けて遠隔操作はしないということだけ覚えていただければなと思います。やるんだったらもう全体に向けて、出玉操作をしたりとかすると思いますんで、個人に向けてはないよっていうことは頭に入れておいてください。はい、というわけで今回は終わりにしたいと思います。まあ、今回のねこの個人遠隔に関して、何か意見がありましたらですね、コメント欄の方で教えていただけると嬉しいです。あと私 LINE アットやっておりますので、こういったなんか個人遠隔の経験あるよとかね、遠隔操作の経験があるよっていう方は、ぜひ教えてください。 LINE アットの方でそう読ませていただきますんで、それがね本当かどうかも確かめたいなと思いますんで、ぜひ LINE アットの方から連絡してください。こちらにね ID と QR コード、概要欄に友達追加リンクを貼っておきたいと思います。あとこの動画にですね最後よろしければグッドボタンとチャンネル登録まだしていない方は YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。
それでは今回の動画も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。